大道賢治は東京都葛飾区出身で大野松部屋に所属していた元大相撲力士。本名は中西賢治、愛称は賢ちゃん。身長187センチメートル、体重172キログラム、血液型 A 型。特異種は右四つ、上手投げ。最高位は東前頭八枚目。現在は年寄り大野松を襲名し、 大野松部屋の師匠として、後進の指導に当たっている。姉の勧めで小学校4年生の時から、葛飾区の白鳥相撲教室で相撲を始め、目黒学院高校では、インターハイに出場。専修大学では、東日本体重別無差別級優勝という実績を残した。なお、2年時に、母がガンで死去するという苦難を経験している。当初は、 プロ志望ではなかったが希望の進路に進めなかったこともあり、大学卒業後は、大野松部屋に入門して2005年3月場所に初土俵を踏んだ。2005年5月場所に7000前哨で、序の口優勝、翌7月場所には、再び7000前哨で、序二段優勝と花々しい成績を上げて幕下までは、順調に出世したが、その後は長く、足踏みが続いた。 西幕下5枚目まで番付を上げた2009年、3月場所では、場所前に顎を骨折して全球。この怪我により10日間を、流動食のみで過ごし、一時は、平常より体重が 15kg 減ってしまった。翌、5月場所から勝ち越しを続けて、再び幕下上位まで番付を戻した。西幕下3枚目の位置で迎えた2010年。 1>, 1月場所では4勝3敗と勝ち越し、場所後の番付編成会議で、翌3月場所における新十両への昇進が決定し、同時に仕名を本名の中西から大道王と改めた。同じ大野松部屋の駅原海と同時の新十両昇進となり、道部屋から同時に新十両への昇進を果たすのは2008年1月場所でのカスガ部屋以来のこととなった。 先週大相撲部出身者からは、無双山、片山に続く3人目の関取力士となった。新十両の場所となった2010年3月場所では9勝6敗と勝ち越し、続く5月場所でも10勝5敗という好成績を収めたものの、2010年に発覚した大相撲野球賭博問題において野球賭博に関与したという理由により特別、調査委員会から同年、 7月場所における禁親休場を勧告されたため、翌、7月場所を全休し、続く9月場所において幕下へと陥落した。なお、大相撲野球賭博問題に関しては、本人は2011年3月3日に、賭博外帳釣りで、書類送検され、同年3月17日には、賭博罪で、起訴されている。禁親処分の結果として幕下へ陥落した2010年、 9月場所では、西幕下日等の位置で4勝3敗と勝ち越し、翌、11月場所において1場所での重量復帰を果たすと、その11月場所と続く2011年、1月場所と2場所を連続して9勝6敗の成績を上げて勝ち越し、大相撲やお帳問題により翌3月場所の中止を挟んで、 同年5月技量審査場所においても東重量4枚目の位置で8勝7敗と勝ち越しを決めて、翌7月場所において新入幕を果たした。2012年7月場所では初日から7連勝と非常に好調で、球勤相撲で3連敗するなど後半はやや失速したものの、11日目に勝ち越しを決めて、最終的に10勝5敗という好成績を収めた。 2013年7月場所は、初日から14連敗を喫する絶不ンぶりであったが、千秋楽の藤あずま戦でやっと白星を挙げ、幕内解禁全敗を免れた。その次の9月場所でも6勝9敗と負け越したが、翌、11月場所は番付運に恵まれ東十両9枚目から、わずか1枚半加工の西十両10枚目の地位で、土俵に上がり、正念場となる。 この場所は14日目に勝ち越しを決めて、最終的に9勝6敗で終えた。2014年3月場所は東十両5枚目の番付で7勝7敗の成績で先週楽を迎え、この日の取り組み20両全勝優勝の快挙がかかっていた豊か魔性に勝つ主君の星で勝ち越した。2015年11月場所、西十両13枚目で6勝9敗と負け越し、 2016年1月場所では西幕下2枚目に陥落したが9日目までに1勝4敗と負けこした1月21日現役を引退し年寄り小野川を襲名することになった国技館内で師匠の大野松親方と共に引退会見に応じた大道は小学校の時から相撲をやらせていただいたすごい充実した相撲生活だったと話しさらに 大野松部屋に入門できたことが一番良かった。自分の実力は大学生の時に分かっていて、重量に上がれないだろうと思って入ったけど、親方の厳しい指導で上げてもらった。実力以上のものが出せたと振り返った。引退後については、少しでも親方の力になれるよう、サポートできる親方になりたい。自分は地味な力士だったけど、 お客さんがあいつの相撲は良かったと言ってくれるような弟子を育てたいと語った。2018年1月13日付で、年寄り21代、音羽山を継承、襲名した。2019年9月、入門時からの師匠だった大野松が高血圧など、体調不良を理由に部屋経営を断念して、退職の意向を表明。これを受けて9月26日に師匠と、 年寄り名跡の交換を行う形で大野松部屋を継承することとなり、同日の教会理事会にて承認された。自身が現役最後まで名乗った大道という仕込名は本人が自分の相撲の原点と語る出身校の葛飾区立大道中学校に由来して付けられたものである。これについては講演者からプロ野球の方の大道と間違われるからと指摘され、 別の仕込めとして、ますます、荒浜を提示されたという逸話がある。ちなみに、大道は、出羽の海部屋の三竹海必殺笠の本名の生徒文字が、同一でもあり、大道の引退を聞いた三竹海によれば、俺の方が名前変えようか、と気遣いの言葉をいただいたことを明らかにしている。その三竹海とは2015年7月場所7日目に、対戦し敗北。三竹海とは、その後、 番付が大きく開いたことから、大道対決は、この一番のみだった。ありがとうございます。